バーンスターバーンスターは、納屋や家を装飾するための、星型五角形の塗装された物体、または絵である。米国の一部で納屋の装飾に、カナダで多くの家の装飾に使用されている。バーンスターは、構造的な目的はないが、戸口の上に取り付ける停鉄と同様、縁起が良いと考えられている。ペンシルベニア州では特に一般的であり、 ドイツ系アメリカ人の農業コミュニティでよく見られる。バーンスターは、大工のマークを象徴するためものだったが、神秘的な目的で使用されることの方が多くなり、建設が完了した後に追加されていた。ペンシルベニア州では、愛好家らが、多数の木製バーンスターから、それぞれの大工を突き止めた。同州にはまだ多数のバーンスターが見られる。 米国においてはバーンスターは18世紀に使用され、ペンシルベニア州では南北戦争の後、人気が非常に高まって1870年まで使用された。しかし、バーンスターはそれ以前からよく使用されており、戦前のバージニア州リッチモンドでは大きな建物、特に工場でよく見られた。バーンスターは未だ人気の装飾形態であり、今日の家々も業者が バーンスターと呼ぶところのシンプルな金属製の星型五角形で装飾されることがある。こうしたバーンスターはわざとダメージ加工を施したり、錆びつかせたりして伝統的なバーンスターであるかのようにしてある。米国のペンシルベニア・ダッチ地区にある古い建物には、ヘックスサインという建物用の装飾が見られる。これはバーンスターのようなものだが、木製や金属製ではなく絵である。 厳密にはバーンスターとは定義が異なっており、見た目も偶然似ているだけだが、両者はしばしば混同され、どちらの語を使っても構わないと考えられることすらある。ヘックスサインには、星の形を取り入れたものや、ロゼットをかたどったもの、あるいは鳥等の動物の絵が入っているものもある。バーンスターという用語は、特に18から19世紀のレンガ積みの建物の、 構造補強用に使われた星型のアンカープレートに対して誤って使われてきた。こうしたプレートは中鉄製でありタイロット用のワッシャーとして機能するタイプレートとして使用される。タイプレート付きタイロットはレンガ壁が傾いたり横に湾曲したりしないよう補強するのに役立つ。ウィキベースのコミュニティの中にはバーンレイジングをし続けたユーザーにバーンスターと呼ばれる賞を贈るものがある。 この習慣はミッドボールウィッキーが発祥で2003年にウィキペディアが採用した。実はこの目的で使用されている画像は本物のバーンスターではなく蒸気の構造用タイプレートの一種の写真である。ありがとうございます。